はい、こんにちは、116ウィンズです。新年早々本当に大変な状況となっていますが、今年2024年も当チャンネルをよろしくお願いいたします。ということで、まあなるべくいつも通りやっていきたいなと思っていますが、新年1本目はなぜか勝手に毎年恒例の企画としていますが、今年2024年に達成が期待される通算成績のマイルストーンをピックアップしていこうかなと思います。昨年も区切りの記録マイルストーンを達成した選手が何人かいましたが、2024年も同様に記録の節目に到達目前の選手がいます。そういった選手たちの記録をあらかじめチェックしておこうというのがこの企画の趣旨ですが、果たして今年はどんな記録が達成されそうなのでしょうか。まずは昨年2023年に達成された主な通算成績のマイルストーンをおさらいしていきますが、ジャスティン・バーランダーの250勝ありましたし、アダム・ウェインライトの200勝もありましたね。ウェインライトは昨年ボロボロで、これもしかしたら200勝到達もできないのではと心配されましたが、9月に入って連勝してどうにか間に合わせました。この他ではクレイグ・キンブレル、ケンリー・ジャンセンの2人が共に400セーブ。近年不良再建気味な感も否めませんが、ジャンカルロ・スタントンが通算400ホーマー、さらにアレナドやフリーマンなど計6人の選手が通算300号を達成するシーズンともなりました。ヒット数では通算2000本安打にフリーマンやエルビス・アンドラスなど4人の選手が届く年ともなりましたね。では今年達成に期待がかかるマイルストーンはどうでしょうか。はい、まずはバッターから見ていきますが、エンゼルスのマイク・トラウトが今年もしかしたら通算400ホームラン達成となるかもしれませんね。残り32本にまで迫っています。とにかく怪我なくいつも通りのトラウトらしいプレーを見せてくれれば、残り32本とはいえ問題なく達成できそうですが、近年のトラウトはそこが難しくなっているのが本当にどう運ぶか。昨年は82試合でホームラン18本、 WRC プラス134、まあ、相変わらず平均を優に上回るパフォーマンスであったんですが、ただ WRC プラスは2012年以降では彼にとって最低のシーズンともなってしまいまして、少し攻撃力が落ち気味な点も気がかりなところ。エンゼルスは今季大谷選手が移籍した関係で DH を他の選手に当てやすくはなっていますので、トラウトも DH を併用しながらうまく健康を維持する年としたいですね。続いて502塁打に到達しそうなのがドジャースのフレディ・フリーマン、残り27本にまで迫っています。フリーマンはここ2年間ともに MLB トップの2塁打を記録していて、昨年に至っては59本、1961年以降の記録としては最多タイともなりまして、まあ例年通りのフリーマンであれば今季中の502塁打は特に問題なく達成となるでしょう。あまり2塁打の通算記録はフォーカスされないですが、地味に通算502塁打は MLB の歴史でも64人しか達成していない記録であって、またフリーマンはこの先通算602塁打、ここまで来ると18人しか達成していない大記録なんですが、こちらの達成もこのペースでいけば十分射程圏内となるはずですので、そちらの達成にも期待したいところ。まずは通過点としての502塁打、ここは今季ぜひ達成してほしいですね。続いては2000本安打ですが、現在 FA のエヴァン・ロンゴリア、カージナルスのポール・ゴールドシュミットの2人が今季達成の可能性ありそうですかね。ロンゴリアが残り70安打、ゴールドシュミットが残り91安打となっています。ゴールドシュミットはまあまだまだバリバリという感じですので、怪我とかそういった事情がなければ問題なく到達できそうですが、ロンゴリアはどうですかね。まずは所属先を決めなければいけないのもそうですし、近年のパフォーマンス的にもレギュラーとしての出場機会を与えるチームもいなさそうなので、こっちはギリギリになりそうかなと。去年も言った記憶がありますが、キャリアも終盤に差し掛かっているロンゴリアにはぜひ2000本届いてほしいなと思っていますので、達成できるといいですね。続いては1000打点ですが、アストロズのホセ・アブレイユ、パドレスのマニー・マチャド、エンゼルスのトラウト、そしてヤンキースのアンソニー・リゾに達成の可能性ありそうです。アブレイユ、マチャドは特に問題なさそうで、トラウトも怪我さえなければといった感じでしょうが、リゾはどうですかね。去年は怪我があったのもそうですが、そもそもとして攻撃面で低調な1年に終わってしまって、そこからの復活を果たせるかどうか。ヤンキースとしても打線が昨年課題だっただけに、リゾの復活には期待している部分も多いでしょうか。続いてはベースボールレファレンス算出のウィンザーボリプレイスメントが通算50の大台に乗りそうな野手ですが、アストロズのホセ・アルトゥーベ、パイレーツのアンドリュー・マカッチェン、フィリーズのブライス・ハーパー、ガーディアンズのホセ・ラミレスあたりが今季中に乗りそうな選手たちですかね。もちろんウィンザーボリプレイスメントはマイナスがあり得る指標なので、今季50に乗ったからといっていつまでもそれが確約されるわけではないですが、とはいえ通算でウィンザーボリプレイスメントを50超えてくる選手たちはそれこそ超一流の証みたいなところもありますので、成績に箔はつくんじゃないのかなと。アルトゥーベ、ラミレスは近年の活躍考えれば今季中に50を超えそうですが、マカッチェは昨年が 1.5 ということでちょっとギリギリかもしれません。ハーパーは今季もファーストとしてプレーするようですが、ファーストでウィンザーボールプレイスメントを稼ぐにはとにかく打力が重要ですので、昨年同様今季もファーストで文句なしの打力を発揮してほしいものです。ここからはピッチャーのマイルストーンを見ていきますが、まずは通算の勝利数。昨年までは通算200勝に手が届きそうな選手たちがいましたが、今季はそういった選手はおらず、ただ150勝に乗りそうなのがヤンキースのゲリット・コールとカージナルスのランス・リン。コールが残り5勝、リンが残り14勝となっています。
コールに関してはまあさすがに余裕でしょうし、リーも1年間ローテーション回せれば十分狙える位置にはいるのかなと。昨年32先発で防御率 5.73 と散々な1年を送ったリンですが、それでも昨年13勝を挙げたりと、イニングを食ってさえいれば勝ち星に恵まれることもあるでしょうから、150勝達成なるといいですね。続いて奪三振ですが、今季は奪三振のマイルストーンが多そうです。まずは通算3500奪三振に到達しそうなのがアストロズのジャスティン・バーランダー。バーランダーは残り158奪三振にまで迫っています。3500奪三振は MLB の歴史上9人しか達成しておらず、達成すれば10人目となるわけですが、近年のバーランダーからして1年間ぼちぼち稼働できればそこは問題はないのかなと。今季41歳のシーズンですから、怪我にだけは気をつけたいところです。またレンジャーズのマックス・シャーザーも3500奪三振まであと133に迫っていて、バーランダーよりも近い位置にいるんですが、シャーザーは椎間板ヘルニアの手術の影響ですでに今季夏頃までの離脱が決まっていて、もちろん早く復帰できればそれだけ達成の可能性も高まりますが、さすがに夏場以降のプレーだけでは届かなそうかなと。同じ年に2人が大台乗れば熱いんですけどね、そこはどうなるでしょうか。続いて通算3000奪三振に迫っているのが、共に現在 FA のザック・グレンキーとクレイトン・カーショー。グレンキーが残り21個、カーショーが残り56個となっていて、先に達成した方が史上20人目の通算3000奪三振ということになります。グレンキーは毎年3000奪三振達成期待としてこの企画に出ている印象ですが、ついにあと21個ということで本当に達成できそうなところまで来ていますし、カーショーについてもおそらく同様でしょう。カーショーは肩の手術の影響で今季夏以降の復帰を目指しているようですが、時期にもよるものの予定通り復帰さえできれば今季中の達成は狙えるはず。むしろグレンキーは昨年防御率という意味ではあまり振るいませんでしたね。そっちもね、早く契約先決まるといいんですけどね。続いて通算2000奪三振ですが、パドレスのダルビッシュ有選手、カージナルスのリン、そしてブレイブスのチャーリー・モートンの3人に達成の可能性がありそうです。ダルビッシュ選手が残り71個、リンが残り94個、そしてモートンが残り120個です。全員例年通りのパフォーマンスであれば、おそらくそこまで問題はなく、このうちモートンだけが少し遠い印象は受けるものの、昨年39歳のシーズンにして163回3分の1で183奪三振記録しているような選手ですから、まだまだバリバリです。ダルビッシュ選手については MLB 通算2000奪三振達成となれば、日本人選手史上初の快挙ですから、今年は日本でも注目されそうな記録となりそうですかね。そして最後に野手と同様、ピッチャーで通算のウィンザーリプレイスメント50を超えそうな選手ですと、先日トレードでブレイブスに移籍したばかりのクリス・セールが残り 2.7 に迫っています。2019年以降怪我などに苦しみ、1シーズンの最高のウィンザーリプレイスメントは 2.1 止まりですので、今季中に乗るかはかなり微妙なところですが、まあ、そこは復活への願い込みということで期待したいかなと。前回トレードの動画でもお話ししましたが、バウンスバックの材料自体はある選手だと思いますし、ブレイブスもそういった点を高く評価してのトレードだったと考えていますので、とにかく健康に投げること、これにつきますよね。2010年代のセールを見ている MLB ファンであれば、やはり彼の代名詞ともいえるダイナミックなフォームから繰り出す爆発的なボールで打者を圧倒していたのを鮮明に覚えていると思いますので、アトランタの地で復活した姿を見せてほしいです。ということで、様々マイルストーン達成に期待したいところですが、2024年の野球界はどんな年となるのか。ペナントレースという意味でも、昨年はレンジャーズが世界一に輝いたり、近年再建していたチームが躍進したりと、サプライズが多かった印象ですが、今年も同じような展開はあるのか。正月早々いろんなことが起きてしまっていますが、これ以降はどうか穏やかに野球を楽しめる年となることを祈りたいです。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。